はい、今から散髪バーバーショップ。散髪に財布落とした、なくした。今月2回目だ。1回目はなんかどっかの誰かが拾ってくれて、てか1回目はそもそも財布落としたのに気づかなくて、1週間くらいかな、警察から電話が来て、免許証が入ってたんでね、あ、電話じゃないや、はがきが警察署から来て、中身のお金も大丈夫で拾ってくれた人に感謝なんですけど、ああもう今日はちょっとショックだな。とりあえず手持ちのお金でもう予約しちゃってたんで、散髪はすると。嬉しいかから、はがきが届いて、届けてくれた人がいて、応援をし
か出てないですけど。一応交差点。あの大学の先生、あ、高校の先生にするんで、僕も勝手に思ったら役者の方に行きたかったんで。ああ、じゃあもう、どっちにしようかって、とりあえず言われた。左。ああ、そうです。自分だけですよ、その小学校行って、生物を取らないで入ってきたんですよね。物理科学だったんで。ああ、じゃあもう、初めて。大学行って初めて見たことあんまり嫌だなって。そういうことします。もうその頃、親に。いなかったんで、高校の先生に芝居の道は何かあったのに潰しが引かないから、とりあえず大学に向けて進めて、で先代の劇団紹介、そう、岩住さんが劇団紹介されて、ここの時に。で、あの、どこでもよかったんですけど、一応その、センター利用みたいな形で、担当みたいに設けてて、そっちは多分、高学かなんか。全然興味ないです。全く興味ないです。1年生終わった時に大学辞めようと思って、高校の先生に行って、たくさん怒られて、あと1年だけいるみたいな。卒業しましたよ。普通の人より単位を取って卒業しました。1年と5年が楽なさすぎて、あの後を切るのも嫌だし。楽な科目ばっか取ってたら、一週科目が足りなくなっちゃって、結果普通の人よりたくさん科目取って、卒業したって。一人より授業を受けた。結果的には。普通のちょっと近いじゃないですか。残念なやつの、今日も再考としちゃってる。今日も来た。今月2回目です。今日はさっき来る直前に出てきて。1回目は、ちなみにあの、平成元年です。僕、平成4年なんです。全然確かに、年齢不詳の感じありますね。めっちゃ若い気がするし、めっちゃ、めっちゃ感じがする。中2の時って僕27、8って言われて、ずっとそのままできるから。確かに。一人さんの上ですか。女性類みたいな感じがあるんですけど、そこもね、三章五系の、うん、ありますあります。年齢不詳感とか。ミシガエル的な感じですか。どうぞ食用するです。でも今年牛年なんで。ああ、じゃあ。ミシガエルまで悪くないかも。でもがっつり蛇年なんで。よく言われてますよ、蛇年。何ですか。サブ。濃くはないか。メールではないんじゃない。吉田さんは何ですか。ポリとかですか。牛です。え、今年。すごい穏やかですね。20時。こんな感じになりまして、短髪を終え、まあ可愛らしい感じですな。お任せなので、まあいろいろ突っ込まれそうですけども、それもそれで、いいんじゃないかなという感じでございます。はい。